なんじゃこの曲。誰にも言わんでよすごいハードな曲。あらあら、誰にも言わんでよ。今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。いつきさんもお休み。やばいですね。でもさんもまだ来ない。よかった。小沢さん休んだらダメですよ、自分の番組だから大変になってる、うん、よろしくお願いします。今日ははっちゃんにえっちゃんにで徳地さん、まだ僕30分ぐらいしたら行くのでいいですよ、はい、なんかよろしくお願いします。よろしくお願いします。初江さんがいきなり入ってきたら肌ツヤが良かったんですよしたらなんか表面の凹凸が揃う、うん、という意味がよくわく、デコボコが綺麗になるってことですよね、うん、はい。だけどなん僕イメージ的になぜそうなるんですか。ね、なんかの凹凸があると影ができるから。あ、わかります。それはあの引きつ、あの車の塗装と一緒ですよね。コンパウンドで磨けば、はいはい、あれと同じ。なんでこれが元に戻るんですか。削ったんです。削った。削ったって言った。イオンで。え、イオンの、うん、が電流流して、うん、あのスクライバーって言って、うん、え、待って、男に分かるように説明してください。女の人は普通にこれ分かります。ね、あ、分からない。分かりやすく言ったら、うん、ヤスリをかけた。剥がしたってこと。ヤスリをかけた。だってペーパーがけしたんでしょ。そんな感じ。そんな感じだけど、それ板金塗装の前のペーパーがけしたんでしょ。板金。そうそうそう。板金したの。それとも板金はしないよね。あれは成形だからね。板金、うん、じゃなくて、こうなんていうのかな、こうデコボコを鳴らすのかな、平らにするっていうのかな。そうそうそう。何で平らにするんですか。イオン水で電気を流して、スクレーバーってこうヘラみたいな機械でヒューって。人間は水の生物だし、うん、でイオン持ってるからプラスマイナスの、水をちょっと薄く流しておいて、水を流しておいて、うん、で膜を張っておいて、いつも以上にわざわざ上にかぶせて、それを電流を流していくってことで、いらないあの汚れっていうイオンが出ていく。何、初江さんショッカーに入ったってこと。違う違う違う。なんかもう今なんか機械で改造されたってこと。そうそうそう。違う違う。でも本当にそこ鳴らしていって、ただそれだけだったら そのままじゃん、うん、でそこにしっかり例えばビタミン C だったりとか、お肌のこの保湿液っていうのをしっかりしっかりしっかり入れていって、ドバドバドバって吸っていったよね。そう、汚れが取れるから、うん、綺麗に。また汚れがないから、何を吸っていくの。水、ビタミン C、 ビタミン C 用、え、うん、保湿液。保湿液。保湿液ってビタミン C なんですか。まあ、美容液ね。男の人に言ったら化粧水って方がいい。まあ、美容液と化粧水余計に分からないですけど、レモン乗せてるやつと一緒。そう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 。レモンのペタペタ乗せてるイメージでいいですか。うん、科学的にね、うん、本当にあれいいんですか、レモンとか乗せて。ダメダメ。レモン原液はダメ、うん、あれはイメージ、昔の間違いの絵ですか、うん、結局レモンとかキュウリとかでもアクがあるから、うん、それそのまま乗せて拭き取っても外出るとあんたシミになりますよって話。あ、逆嘘、うん、あれじゃあ昔の徳地さんがアロマオイル、オレンジをペタペタ香りに塗ったのと一緒じゃない。あ、だから知らないって怖いわけよ。やばいですね、うん、シミになるわけ。まあまあまあ、いや、それを結局ノンさんのところに入れてもらって、あとマッサージして、うん、さらにこう血行を良くしてもらうことでツヤツヤマッサージをして。それはその機械が結構大ごとの機械なんですか。100万円とかする機械。そんなに高くない業務用のものなんだけど、家庭用のものもあります。 2,3 万で、うん、まあまあちょっとそれはこの主輪のとこではできないんですか。使います。あ、それもやるんですか。それで体験に、うん、だけどこんなにコースいっぱい持ってたら一人で間に合わせられなくなりません。いや、もう完全に予約制っていうか、でも様子見ながらなので、うん、最初は。あ、まあとりあえずだけどお店出す、うん、ね、なんか自分の今まで持ってる既存のお客さんもいるし。あ、うんうんうん、あ、そうかそうかそうか、うん、そうそう、だから こういうあのメニューの凝ってるやつは。初江さん一回自分のお母さんのところに出張に行ってるよね。行ってない。行くって言って行ってない。行ってない。え、いつの。うちのおふくろ。そんな地雷踏むようなことをしないけど。いや、僕初江さんがカローラバンかなんかに後ろにベッドみたいななんか機械いっぱい持ってる時に一回
行ってない行ってない行ってない行ってると思うけどな。行ってない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 行ったら覚えてる絶対覚えてる。そうだよね。行ってっていう話が頓挫したのかな。そう、お袋になんかプレゼントしようと思って。そう、うん、だからお母様の方から丁寧に多分お断りがあったと思いますよ。え、そうなの。うん、だと思う。時間が合わないか。だってああいう方をやったら一生でも本当にめっちゃ肌いいよ今。一生忘れんでしょ。忘れんのね。あなたのお母様は一生忘れんでしょ。まあそう、なんかまあ初江さん高校の先輩だから、うん、でいうと何30年、うん、お付き合い長い。長い。でも何もない。何もないっていうか先輩だからね。ずっと絶対先輩だわね。先輩だからね。先輩は先輩だし、そうだからもうずっと。あと初江さんの弟が同級生だし、2つ下の、うんうん、初江さんの弟ジョーク中の幹部。もういいもういい、まあ、前も喋ったからもういい。飛ばして飛ばして飛ばして一番強い人だ。飛ばして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 、まあ、ジョーク中の幹部だったんで誰にも言わんでよ。OK 誰にも言わんでよ。してあの自分は回し中であっちゃジョーク中なんだけど、あのその各中学校が毎年集まったりするのが6、9回で、したら大きいですよね、6、9回300人とか集まってくるわけさ。各中学校のちょっとなんかやんちゃ連中が15人とかでね、15校ぐらいか、まあ300人ぐらいになったりとか、すぐそこで初江さんの音とか黙らーってから来るわけ。分からんけど、いつも短パンと T シャツで。いいよ、のんさん話戻して。まあまあ、沖縄狭いんですよね。うん、そう、ノンさんの知り合いが、あ、いとこがたまたま知り合いだった。アリゾナにいるのが、アメリカ。すごい、彼女も徳志さんの話すごい合うはずよ、うん、宇宙レベルの話得意だよ、うん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 、最近宇宙の話を、あのスピリチュアルの宇宙の部分を、うん、あの科学的なところで、うんうんうん、あのメタファーしようと思って、うん、今もう本当に毎日本ばっかり読んでて、うん、本当に一般相対性理論と、うん、シュレッティンガー方程式、ディラック方程式とか、あと 10次元の宇宙、あと5次元も、あ、そうそうそう、今宇宙って何次元、理論的に何次元ぐらいってなったか知ってる？服部くん。金城さんの話だと5次元ですよね。あー、はいはいはい、みっちゃん、なんかなんとなく、な、今何次元まで来てるかは、な、適当に言ってもらっていいですか。あ、そもそも次元っていうディメンションだった、英語で言ったら。ディメンション、ディメンション、はい、次元、ディメンションの次元の定義からすると、誰にも言わんだよこれ。次元定義しますけど、えっちゃん、次元って説明、どん次元って言ったらちょっと説明できなくないです、なんですかって言われたら。次元ってあの動ける方向なんですよ、うん、だから前後ろで1次元、うん、右左で2次元、うん、前後ろと右左に行ける人は2次元の住人、うん、だからアリちゃんは2次元で生きてるわけよ、うん、移動レベルで言ってるとね、アリは平面で移動するさ、2次元で動いてるわけよ、うん、で人間ももともと2次元で動いてるような感じだけど、ちっくるなんか3次元だ、あと縦があったら3次元ね、縦横で、うんうんうん、してあとプラス時間、未来と過去があるさ、うん、未来と過去に動けるじゃない、これで4次元、うん、行ける方向の数ですよ、うん、前に行ける、後ろに行けるで1次元、右に行ける、左に行けるでディメンションが2次元、うん、で上に行く、下に行くで3次元、未来に行く、過去に行くで4次元、4次元なんですよ。で、あとどんだけに行ける可能性があるか、この宇宙にみたいのが計算で出ちゃったわけさ、出ちゃった、あの最低プラス6次元、プラス6次元、4プラス6だから10次元まで来てるんですよ今。神の方程式っていうのがあって、で神の方程式でヒックス粒子っていうのが、この10次元あるっていう方程式が立ったんですよ。たったというか、理論物理学で証明されて、紐理論とか超弦理論とか膜の理論までいくんですけど、いろいろあって、今僕もさらっとしかわからないけど、でその中でとりあえず10次元になるためにはっていうわけで、その時に計算してると、
ゼロの値が出て無限大になって宇宙が存在しないっていう矛盾の方程式が何度も繰り返されたんですよ。その時に誰かが言ったんですよ、神の粒子があるはずだって、ヒッグス粒子が、この質量のない粒子、質量がない粒子ってあるわけないだろうみたいな話になったんだけど、だからさっき何年、2010年だった、何年だった、2013年に見つかったんで、十事件の証拠が出ちゃったんですよ。だから一応ないっては言えないんですよね。 あるみたいな感じ。やばくないですか。やばい。どこにあると思います。のなんかあのリサ・ランドール博士のに行ったお上の方にあるんですけど、まあひも理論とかのになると、このどん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 の小さい世界に、これ簡単に言うと例えば電線があるじゃないですか、で電線の上にあのああの カブトムシが乗ってるとします。カブトムシ OK。 で電線の上にカブトムシの、まあ、ネズミ乗っけてもいいです。ハツカネズミ、電線の上にハツカネズミ乗せたら、この人は何次元で生きてます。ハツカネズミ どこに移動できます。電線の上にハツカネズミ、どこ、下、下行けます。電線ですよ。あ、電線か。電線、あ、結局2次元、結局1次元、1次元、前と後ろしか行けないじゃないですか。ハツカネズミは、だハツカネズミは電線の上に乗ってると1次元なんですよ。1次元の住人ですよね。だけどこれがハツカネズミをどんどん小さくしてアリちゃんになったとしますよね、アリになったらどうなります。まあ、さっき言った2次元、前後ろも行けるけど、こうやってぐるって回ることもできるじゃないですか。ぐるっと回ることもできますよね。この小さくなるから次元が増えたの分かります、だから小さい世界に行くと次元が増えるんですよ。だから量子力学で計算すると、量子力、要は神の方程式っていうのは何かっていうと、まあバイオ引力の法則とか相対性理論とかいろいろあるんですけど、そもそも自分たちって水でできてるじゃないですか、僕たちの体って水じゃないですか、ね、水が多すぎるとむくむかもしれないけど水じゃないですか。まあ基本ね、まあ水じゃないですか、水は水素と酸素ですよね、で水素はあの水素原子じゃないですか、ね、でまあ水分子があって水素原子になるじゃないですか、で原子ってもうめっちゃ小さいからアトムですよね、だ鉄はアトムはこの原子じゃないですか、原子爆弾とかあの辺は原子がもう漢字のごとくこれ以上小さいのがあると思ってなかったんですよ、原子は当時、これ以上小さいものがあるんだと思ったら、原子は実は原子核と電子っていうことが分かったんですよ、原子核と電子、ここで習ってた、習ったよね、そうそうだ、水が分子で、H2O で、それ H が原子で水素原子で、これ以上も小さいのはないって思ってたんだけど、その水素原子見てると、原子見てると、原子は原子核と回ってる電子、要は大きく見ると地球と月が一つのものに見えてるみたいな、感じ、原子、地球と月を原子だと思ってたんだけど、よく見るとちゃんと地球と月って分かれてて、そして地球の部分が原子核、月の部分が電子みたいなイメージだったんですよ。だけど地球の部分の中にもいっぱいあったんですよ、もっとちっちゃいのが素粒子、もうめっちゃちっちゃい世界に行くんですよ、でこの要は例えばバイオ引力の法則とか重力の法則とか相対性理論って、なんかロケットを飛ばすとか、例えばボールを投げたら落ちてくるか、これ法則じゃないですか、ボールを投げたら落ちていくとか、坂を転がしていくと加速していくとか、そういうのが古典物理学みたいのなんですけど、なんかそういうのはこの範囲には全部適用できたんですよ、この方程式を当てはめても計算が全部通ったんですよ、だけどこの小さい世界にもこんな回ってるのとかあるじゃないですか、ここでこの方程式が成り立たないっていうのがずっと悩みだったんですよ。あ、なるほどなるほど、なんか言ってるの分かります、なんか要は引力とか月がこうやって回ってるとか、要はもう1969年っていう、もう46年前に、覚えやすいのは僕が生まれた年なんで覚えてるんですけど、月にロケット正確に飛ばせるぐらいだから、あれって要はあのイチローが気
ちっと、バックホームに球投げれるようなもんですよね、うんうん、物理の法則だからきちっと正確に計算して投げれば、うん、要はゴルフと一緒ですよね、うんうん、ね、角度と初速度がこんだけ出ればここに落ちますみたいな、うんうん、そういう感じで月にロケット送れたじゃないですか、うん、これが法則があったんですよね、この法則、うんうん、この法則、物理的な法則がこの水の中の分子の原子の原子核の素粒子っていうこのレベルの中のこのものの振る舞いを見てると方程式が当てはまらなかったんですよ、うんうんうん、でして矛盾が生じたんですよ、小さな世界で、で小さな世界を研究していって、この小さな世界の今まではじゃあその法則をどうやってやってたかって、小学校中学校で実験してなかったですか、1秒後に転がしたボールは1メーター後にやってみたいな、要はなんか子供の頃に実験したの覚えてないです、なんか玉転がして誰かがタイムキーパーして何センチ進んだとか、バネばかりで1キロやったら何センチ伸びてとかやりましたよね、バレばかりやったね、やったでしょあのそれが物理の法則だけど、昔はあの実験して実験に合うように方程式を作って間に合ってたんですよ、うんうん、言ってるの分かります、分かる分かる分かる、実験をして実験をしたものを方程式にしたんですよ、うんうん、したらそれが法則になっていって、うん、要はやってみた後分かったみたいな感じがあったんですけど、うん、素粒子のレベルになると小さすぎてできないじゃないですか、だから理論物理学になるんですよ、うん、理屈で、でいろいろ計算していくときにもう矛盾が生じて矛盾が生じて、結局は相対性理論とか皆さん聞いたことあるじゃないですか、アインシュタインの一般相対性理論とか、それはこの宇宙のこの大きいところにはあの OK なんですけど、この素粒子とかちっちゃい世界に持っていくと方程式が成り立たないんですよ、それを成り立たせようとしているうちに十次元だって分かっちゃったみたいな、うん、成り立つ方程式を立てたんですよ、うん、この方程式で成り立つって宇宙の神の方程式って、だから要は何かというと宇宙を構成するちっちゃいものの方程式が立てられるから、ね、そしたら設計図面が出たってことですよね、うん、要はあの人間も地球も草も花も魚もお菓子もうんこも全部原子でできてるじゃないですか、全部が、うん、で怖いんですけど、あのえっちゃんす怖い、あエリナさん怖いんですけど、えっちゃんとエリナさんが来てるから、僕たちって生きてるものから生きてるものになってるんですよ、実は。何かって僕たち結局水ですよね、僕たち水じゃないですか、うん、水が生きだけど水なんですけど、水ってさっき言った原子じゃないですか、うん、水素と酸素の原子じゃないですか、分子が原子じゃないですか、原子は中で動いてるじゃないですか、うん、電子がくるくる回ってますよね、うん、生きてるの分かります、動いてるから、うん、生きてますよね、そもそも生きてるじゃないですか、うん、原子がぐるぐるで生きてるものが集まって生きてるものを作ってる、怖くないですか、うんうんうん、僕たちはそもそも全部この辺に落ちてる、全部この辺にある分子とかも、何何何、ほら昨日の授業で私生きてるって言葉使ってるとか、定期循環とか水とか、そうだから地球、要は怖くないです、もともと生きてるじゃないですか、材料が生きてるんですよ、うんうんうん、要はみんな普通の人ってなんかあの土を人間みたいな人形みたいの作って、うん、命吹き込んで動き出すみたいな、ピノキオみたいなイメージですよね、物が集まってきて命がもらって動いてるみたいなピノキオイメージじゃないですか、いやそもそも材料が生きてるんですよ、うんうんうん、細胞一個一個、細胞のもの前作る前の原子の電子が回ってるから波として、やばくないですか、やばい、原子が生きててね、くるくる回る、それが全部何何何、波としてイメージあーこの波の話とかも、20スリットの実験っていうのがあるんですよ、これももう20スリット実験とかの話聞いたらびっくりするんですけど、要はイメージ的に、ラウンド1に行ったイメージですね、ラウンド1に皆さん行かれてボーリングをしてます、ボーリングのピンが5本立ってたとしますよ、5本、ボーリングのピンが5本立ってたとして、うん、そのピンと投げるところの真ん中に
壁を立ててこの中真ん中だけない壁、真ん中だけない壁、要ちょうど真ん中のピンだけが当たるように穴開けて横の壁を作って、もしたくさんの子供たちが100人ボール投げたら真ん中のピンだけ倒るのと思います。ちょっと説明しにくいな、うん、要はもう一回すいません、ピンがありますよね、うん、ボーリングのピン、うん、で投げるところのど真ん中に壁立てるんですよ、うん、壁、うん、壁だけだともうピンに一個も当たらないじゃないですか、うん、けど真ん中だけ穴開けるんですよ、うんうん、して何千回って投げたら、うん、でも真ん中しか当たらないですよね、うん、ですよね、うん、当たり前ですよね、うん、なんだけど真ん中通るから、まあ、カーブとかかけない前提にしてもらっていいですか、うんうん、カーブとかはもうなしにしましょうね、うんうんうん、そのまま真っ直ぐ、要は真ん中通らないものは全部ぶつかって跳ね返されるじゃないですか、うん、だから真ん中だけ開けたら真ん中だけのピンが倒れるの当たり前ですよね、うん、っていう実験をしたんですよ、うん、要はどういう実験かっていうと、電子を、電子でさっきのちっちゃい電子、もう一回言いますけど、水があって水分子ですよね、 H2O があって H っていう水素原子があって、原子の 中に原子核があって、原子核の周りに回ってるのが電子があって、この原子核の中にコークってあるんですけど、コークと電子とニュートリノっていうのが全部素粒子って、もう一番ちっちゃいのなんですよ、まあ、だから電子は素粒子です。だからその素粒子の電子、一番ちっちゃいのをボーリングの球と見てるんですよ今、うん、ボーリングの球にしてパン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 って拳銃みたいに撃つ実験してるんですよ、スレッド実験で、うん、そうすると真ん中だけ開けたやつでタタタタタタタンって打つと、向こう側に真ん中だけタタタタタタンって電子が当たったんですよ、うん、別に当たり前じゃないですか、うん、これめちゃめちゃ当たり前の話なんですよ、うん、そこで今度二重スリットっていうのを作ったんですよ、要は薬指のピンとお母さんピンのここだ、こんな感じで壁が抜けてるやつ、うん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 、2個なんか言ってるの分かります、はい、うん、まあ、5本指で言うと人差し指と薬指、うん、俺折ったみたいな感じで二重の穴、二重スリットっていうんですけど、うん、そこに向けてボーリングの球ババ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 ンって100回も何百回も投げたら2番目と4番目のピンだけが倒れるの分かります、うんうん、そうなるはずですよね、うんうん、そうなるはずですよね、2番目と4番目のピンが倒れるはずですよね、うんうんうん、1、3、5が倒れるんですよ、そう、まあ、簡単に僕は勝手に分かりやすく作りましたけど、135のピンが倒れるんですよ、おかしいんですよ、うんうん、これが発見されて、これがシュレッティンガーの猫って言われてる不思議な現象、なんかここでなんでこんなことが起こるか分からないっていうことになって、アインシュタインすら最後死ぬまで分からなかった現象なんですよ、うん、で有名な言葉があるんですよ、神はサイコロを振らないって言葉が出てくるんですけど、まあ、とりあえずここまでつなげるためにはちょっと時間が足りないので、うん、なんでこういうことが起きるかって言って、不思議だな不思議だな不思議だなってずっと考えてたんですよ、うん、したらそれを波の実験をしてみて、要は長いなんていうんですかね、ボーリングのレーンみたいな水槽があって、ボーリングのレーンみたいな水槽を作って、でボールを投げるところで波を起こすんですよ、ふにゃんって、うん、その波の向こうに防波堤みたいに真ん中だけ抜けたところの防波堤作るんですよ、うんうん、波がぐーって寄ってきてパンって防波堤に当たるじゃないですか、うんうん、そしたらこの波から向こう側に行ったのがパンってあの壁に当たりますよね、うんうん、そこに模様がつくような実験をしたんですよ、うん、そしたら1個だけ開けた波な、1個だけ穴を開けたところに波を当ててると当然のごとく1個だけにタン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 って当たるんですよ、うん、だけど、うん、二重スレッドをつけて、さっき言ったようにこういう風に、うん、薬指と人差し指折ったみたいなスレッドを立てて、そこに波を当てると、うん、1、3、5が当たるんですよ、うん、だから波の現象なんですよ実は電子は、うん、電子は粒の振る舞いなのに波なんですよ、波動、波動なんですよ、電子は波動なんですよ、波が動く、はいはいはい、言ってるの分かります、電子っていう、だからここまで説、二重スリット実験っていうのはもう目撃されてるんですよ、うん、電子は一個だけスレッドするとタン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 って真ん中に当たるから、うん、粒っても言えるんですよ、うんうんうん、粒っても言えるけど、二つこうやって倒した時には実はここに波が
波がこうやって当たると波と波が重なって波紋が出るじゃないですか、うん、波紋ができるから135に当たるんですよ。言ってるの分かります？ OK、 分かりました、うん、OK OK、 やばいんじゃないですか、うんうん、やばい。だから20スリットした時に2つ波がパンと当たった瞬間これ二重の波紋でずれていくから波紋になって135に当たるんですよ。2と4に当たるはずが135に当たってしまうみたいな現象が起きて、うんうんうん、はぁみたいな、うんうん、なんでこんなことが起こるんだって。要は電子は粒であり波であるみたいな、うん、そういうので何十年前から謎だ謎だってなってたけど、とりあえずでそれがどうしてかって確率の問題なんですよ、うん、要は電子はどこにあるかわからないんですよ、うん、どうしたの、なんでどうしたの、どうしたの、わからないけどこんな話してた、チャネリングしてるんじゃないかな、ね、そう最近チャネラーになってて流動性って書いて粒であり気体であり固体であり、そうあのこの話で言うと例えば氷を、水って怖いんですけど、水って冷やすと氷になるじゃないですか、固体になるじゃないですか、で温めると溶けて液体になるじゃないですか、もっと温めると気体になるじゃないですか。だけど皆さんっていうか僕もそうですけど、この気体になった水蒸気になって気体になってるこの水蒸気っていう空気体と氷が同一人物じゃ同一のものって変化するんだよね。同一のものって認められてるんですか？本当に考えたらおかしくないですか？固体とこのここにある水蒸気とこの固体が同じものって納得してないですよね本当は、うん、ただ慣れて受け入れてるだけですよね、うん、だから初めてもそんな人に言われたらこの人頭おかしいんじゃないのって多分思うかもしれない。当たり前の現象だから疑ってないけど、うん、水蒸気っていう気体になったものが、うん、冷えて水になって固体になって、だから水蒸気と氷が同一のものって思えてるのかなみたいな。そうだから病気も理由はなんかトリガーポイント別にありますよっていうのを聞いたくてこんな話してた、うん、おー、だから僕たちは見えないものから見えるものになってるんですよ。うん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 。だけど見えるものは見えるものも作れないんですよ。見えるものは必ず見えなくなるものになるんですよ、うん、なるけど今見えるものは地球ですら40億年後になくなるじゃないですか、うんうん、太陽ですらあと40何億年後に燃え尽きてなくなるじゃないですか、うんうんうん、見えるものは全部なくなるんですよ、うん、絶対に、うん、富士山もなくなるはずじゃないですか、うんうん、何億年後かに、うん、なくなりますよね、うんうん、どんなに僕が車大事にしてても、うん、1000年後はなくなってるかもしれないですよね、うんうん、まあ、ピラミッドみたいに誰かが、うん、ピラミッドとかすごいですよね、何千年も残ってるからだから、うんうん、まあ、あれが結局残す方法だったかわからないですけど、もう見えてるものは結局見えなくなるものですよね、うんうんうん、で見えるものは見えなくなるものから生まれてるじゃないですか、うんうんうん、見えるものは見えないものから生まれますけど、見えるものから見えるもの、見えるものは見えないものを作らないんですよ。うん、やばいですよね。やばい。なんか当たり前のことを当たり前に言ってるみたいなんですけど、うんうん、だからもう見えないものがもう、もし見えないものがないと僕たちが見えないっていうのももうすごいですよね、うん、なんでかって言ったらここ見えるものだったら見えないおかげで空気が、うんうん、であのエリナさん見れるんですよね。もし空気に色がついてたらやばいですよ。見えないだから匂わないものも危ないからってプロパンガスわざわざ匂いつけてるじゃないですか。そうね、匂わないものが、匂わないものがだからあるんですよね、うん、匂わなくても、うん、だけど最終的に重さのないものまで見つかっちゃいますからね、ヒッグス粒子、うん、でヒッグス粒子を見つけるのはなんでそうやって見つかったかって言ったら、まあ多分僕が一番はエリナさんが一番若いか、だけど多分エリナさんも子供がいるぐらいの年齢だから、引力って言葉あんまりもう使わなくなってるんですよ最近。重力になってるんですよ。あ、本当だ、聞かないね。昔は引力って言ってたんですよ、ニュートンの引力。もう時代が変わってるんですよ。うーん、
まあ、引力っていうのは重力プラス遠心力って公式があったんですけど、うん、ちょっともう引力っていう言葉じゃなくて重力と引力はまあイコールなんですけどね、まあ、ここに遠心力が入ってくるんでちょっと厳密に言うと違うんですけど、重力って言葉を使うじゃないですか。で相対性理論っていうのは重力の方程式なんですよ、簡単に言うと。でこれと今量子的とかこういうあの物理的なこのちっちゃい量子とかなんか理論物理学とか僕もかじってますけど、それが今哲学レベルに仏教とかと一緒になってくるから、それで説明がつくんで、そうそうそう、要は類推してこれも同じだからこれも同じだろうみたいな、うん、どうしたのどうしたの、これができたからこれが同じだろうっていうどうしたんですか、何があったの、何があったの、あ、今何も今待っとかないといけなかったわけじゃなくて、ああごめんなさい。でこの重力っていうのがあって、重力ってもう不思議な話しますけど、重力ってどんなイメージですか、地球が月を引っ張ってるとかですよね、うん、ね、うん、引っ張ってるっていうから引力って言うんですよね、うん、引っ張ってるっていうのが相対性理論では引っ張ってないんですよ、時空が歪んでるっていう考え方なんで、だから引力って言葉があんまりないんですよ今多分。要は時空が歪むっていうのはどういうことかっていうと、あの4人があのハンカチかなんか持ってる人いません、はい、あタオルがある、タオルをこうやって僕と、なんていうかこうラジオですよねこういう人ってどういう人、見えるかも見えるかも見えるかも、こう4つこの2人でこうやってこれ、あ見える見える見える見えました、あ見える見える、これが2次元ですけど、うん、3次元モデル、うん、2次元にしただけね、うん、要はどういうことかったら、あの映画は2次元だけど3次元モデルですよね、うん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 、平面で見てるけど立体的に見てますよね、うんうん、これは空間に今次元落としたけど2次元で作ってるけど3次元モデル、うん、これは3次元空間だと思ってもらっていいですか、うんうん、これ空間ですよ、平面だけどこれを空間イメージにしてくださいね、うん、空間イメージした時に例えばボールみたいのが、ジャグリングのボール持ってる人います、いないですか、もしかして持っている、え、すげえそれも最近持ってる、でこれ強く引っ張って、うん、これが平面なんですよ、うん、で、うん、真ん中にこれが太陽、ほら空間がこうやって歪むんですよ、うん、だから重力、うん、重さで空間が歪むんですよこうやって、うんうん、でちょっとエリナさんこっち持って2人でやってもらっていいですか、あの、うん、こうやってでこうやって、あ見やすい見やすい、うん、もうちょっとちょっとこういう感じで、うんうん、これが今これは平面だけど空間だと思ってくださいね、うんうん、空間を象徴してるから、うんうん、空間に重たい物質がこうやって置かれてる、空間全体が歪んでるんですよ、これはあの2次元で歪んでるように見えるけど3次元が歪んでるっていうイメージができないじゃないですか、人間3次元が歪んでるのを作れないから2次元で例えてるだけですよこのイメージ、うん、でこれが空間が今歪んでますよね、してここの周りを月が回ってるから遠心力があるじゃないですか、落ちていくのこうやってこうやって回ってるっていう意味ですよ、こうやって、でこれがやばいんですけど空間が歪んでるって証拠ももう出たんですよ、これ空間の方程式なんで、空間時空が歪むっていうのが一般相対性理論なんですよ、これが歪んでる証拠なんですけど、もし歪んでたらどう何が起こるかって言ったら光すら歪んでこうやって飛んでいくの分かります、あうん、光が歪むんですよ、空間が歪んでるっていうことは光が歪むだろっていう、うんうん、光が歪むはずだっていう理屈になったんですよ、でここからが本当の天才のひらめきなんですけど、要はなんか天才って数学ができるとか何かができるっていうのも確かにそれは慣れの問題じゃないですか、数の問題、慣れ数、あごめんなさい、慣れ数の問題ですよね、なんでかったらあの一次方程式とか二次関数とか高校の時やってたけど、あれはっきり言ってやばいレベルですよね、だけど足し算掛け算だって徐々にゆっくり教えてれば誰でもできるし、興味とあとゆっくりちゃんと教えてる人と本人のやる気さえあれば、まあ東大とか行けなくはないですよね、よっぽど時間と余裕があれば、
あと興味とかあれば、なんでかって人間の脳はそんなに大して差がないから、知識教育のレベルなんで訓練できますよね。ただ本当にすごいのってひらめきじゃないですか、うんうん、どんなに勉強しても鉛筆の後ろに消しゴムつけようっていうのは、うん、なんかのこれ何の何なんですよこれ、うん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 、これ計算でだけ出せないじゃないですか、うんうんうん、誰がご飯の上にタコス乗せたんですかみたいな。それって勉強してれば考えられるんです か、うん、だかそういうものが本当の知恵とか天才とかすごいっていうところだけど、それを例えば794年泣くよぐいす平安京を覚えればっていう、ただ覚えただけじゃないですか、うん、だから今まで今の教育ってたくさん覚えたもん勝ちですよね、ただの、うん、まあ、今もそうだけどね、まあ、今現在も現在も、ね、うん、そういうなんてこと別にね、何代、うん、と五代天皇なんとかとか五代醐天皇はなんとか天皇の前でとか聖武天皇がなんとかとか覚えることそのものに意味はないですよね、うんうん、何かって今何代天皇って昔は覚えてすごいねって言われたけど、うん、iPhone で一発で検索できるから、その知識っていうのが今お金に換えられない、変わらなくなってきてますよね、うんうん、だから今後今からビジネスするんだったらやっぱりもう本当の最後の愛の部分とか、うん、そこが最終的につながりの部分を今から準備しとかないと、うん、ね、もう知識はもう役に立たないというか、知識はただで手に入れられるぐらいのレベルになって、あとそれはもう早くね、早くだから知識はある程度ぼやっと覚えておいて、こう全体的なものが分かれば埋めるやつは、ね、ネットで調べればいいし、うん、なおかつ誰かに聞けばいいですよね、うん、誰かに聞けばいいっていうのはやっぱりナポレオンヒル成功哲学の中で出てくるフォードさんが有名ですよ。フォードさん、うん、見たことある？フォードの指一本事件わかります？あ、電話、ね、ああね、うん、ああ読んだんですね、ナポレオンヒルの成功哲学。ノボル先生から教わりました。何ノボル先生から聞きました。マジで本当にですか？はい。10年前ぐらいですか？僕ハマってたの20年前ぐらいなんで、2週間3週間前のラジオで教えてもらいました。あ、そうなんですね。何 CM ですか？はい、ありがとうございます。 CM です。それまで言ってから何十年。あー、これ津軽か二か高かだったかな、あのセミナーとかも終わらして終わるんじゃなくて、止めて終わらすのがいいんですよね。脳が活性化する。津軽か二か高かだった、なんかありましたね。津軽か二か高か今いろんなの言ったけど全部答え言ってないのがいっぱい入ってしまう。でオチはみたいな、でオチはそれをなんか判断する、操作する、選ぶのが大切ってことじゃない、うん、じゃない、うん、いろんなとこに着想を得てるんですけど、911テロの人たちとかの脱洗脳するのに、宇宙のホーキンス博士の宇宙への旅が教科書、これ CM 聞いてね。あ、僕あと5分ぐらいしたら行かないといけないんですけど、誰か来る人いるんですか？みんなどこに行くんですか？あ、ちょっと、ああ、じゃあ後で集合ですね。まあ、とりあえずそういう宇宙の方程式とかを、あの数字を解くんじゃなくて、うん、イメージで分かるんですよ。あの自分がいちいち計算する必要がなくて、うん、あの分かるんですよ、うん、そういうのが分かると何か大きなものの一部だってことが分かるじゃないですか、うん、要はスピリチュアル的に大きなものの一部だっていうふうに分かることと、科学的に分かることの両方から分かった方がいいくないですか、うんうんうん、そういうのを、分かりやすく説明するために、あの例えば太陽より大きい星があるって知らない子どもたちに教えてあげないといけないし、例えばあのオリオン座見ますよね、うん、オリオン座冬の星座が、あのオリオンビールのオリオン座の左下ぐらいにシリウスって有名な星があるんですよ、うんうん、シリウスってなんで有名かだったら簡単な話なんですよね。目立つからなんですよね、うん、一番明るい星です。一番星は金星とかだと思うんですけど、うん、宵の明星、明けの明星とか、金星で惑星で大体一番、まあ、シリウスは恒星で一番全天で明るい星なんですよ、うん、一番明るいからそれは
ね、誰もが一番明るいって分かるから、うん、シリウスが有名なんですけど、そのシリウスって太陽の 1.78 倍だったかな、大きさが。距離どれぐらい離れてるの、はい、距離は分からないですけど、うん、近いってことですよ、明るいってことはだね、うんうんうん、近いは近いです、 1. 点何倍ぐらいで近いっても太陽に比べたらとんでもなく遠いですよ、太陽よりでかいのに点にしか見えないってことですよ、うんうんやばいですよね。けどあんだけ光って見えるからね、うん、うん、そうそう、シリウスがそれなんですけど、このオリオン座の4つの4つの点がありますよね、うんうんうん、4つの星があるじゃないですか、うんうん、あの長方形のみたいな、うん、この右下部分リゲルっていうんですけど、うん、あれがあの大犬座、あシリウスですよね、でこの右のやつが リゲルだったかな、まあだと思うんですけど、ベテルギウス、あ、ベテルギウスか、ベテルギウス、右下のところ、あ、違う違う、今あのオリオン座の右下のところですよ、リゲルじゃなかったのかな、オリオン座、まあそれが太陽の70倍ですね。だけど70倍って数字で言いましたよね、うん、これが学校で70倍って言うからダメなんですよ、うん、数字っていうのはあくまで数字をなんで、それを右脳的なイメージにあるのは体感覚みたいなものにしないといけないんで、こうやって教えた方がいいんですけど、地球を鼻くそにするんですよ、まず鼻くそこになって、なんかちょっとイメージ作って、どのぐらいですか、2ミリぐらい、はうんと、えっちゃんのは5ミリまあ一般的にみんな1ミリぐらいにしていいですか、ちっちゃい鼻くそにしましょうね、1ミリぐらいの鼻くそが地球だとしたら、太陽はどのぐらいの大きさなんですか、リンゴぐらい、100倍なんですよ、109倍だったかな、これね、娘の夏休みの自由研究で作ったんですよ、模型を。そう、こういうふうに、あのなんていうの、この太陽系、太陽系をやった時に、え、もう大きいのを中心にしないと大変なことになる、大変なことになるわけ、で一回作どんどん大きいよね、一回作って、地球ピンポン玉とかにした時点 で、もう太陽は多分玉転がしぐらいになりますよ、だからこれアウト、学校に持っていけないってそこで気づいて、一回もう崩してまあ今昇るの言うように本当に1ミリじゃないけど、もうそれは点で書いて、倍率がすごい、そうバスケットボールぐらいの大きさまで持っていった覚えがある、ビー玉だったらそのぐらいなんですか、ビー、うん、玉が1センチだったら109、でももうバスケットボールどころじゃないですよ、だからもう地球はもう点に書いた、点に、もう1ミリに鼻くそに、うん、地球を鼻くそにした時にこれ使えるんですよ、これ僕冗談で作ったセミナー用のネタだったんですけど、評判がいいからあの鼻くそっていうのも子供にも受けるから、地球を鼻くそにした時にだいたい109倍だから10センチですよね、100ミリだからリンゴとか野球のボールぐらいになるんですよ、太陽が、うんうん、そうなんです、だけどシリウスは 1.7 倍ぐらいだから 1.78 だったかな、そしたらハンドボールぐらいになるじゃないですか、うん、ハンドボール部のキャプテンだったら、女子ハンドボールの誰もいわこれがシリウスじゃないですか、したらさっきの多分リゲルだったら太陽の70倍だから大きさどうなるんですか、太陽が10センチだったら70倍、地球1ミリ太陽10センチの70倍、10センチかける70、700センチっていうことは7メーターですよ、言ってるの分かります、うん、地球1ミリで7メーターの星があるんですよ、うーん、だからさっき70倍とか言ってもイメージできないですよねって、そうだから一緒に右脳を使うように子供たちと、うん、もし地球が鼻くその1ミリだったらってやらないとわからないじゃないですか、うん、そうなんだよね、したらワクワクするじゃないですか、うん、へーみたいな太陽は、太陽もすごいですよね、地球1ミリにして太陽こんなってうわーって、うん、わー地球鼻くそだぜって思ってるんですよ、うんうんうんね、だけどと思ったらすぐワンクッション置いて、これだからこのオリオン座のところはもうネタになってるから、すごい一番明るいシリウスがあって 1.78 倍だった、ちょっと調べて、シリウスは太陽の R1.78 とか書いてない、ウィキペディアに R っていうのは太陽半径の大文字の R は太陽半径って意味なんで、 R1.78 って書いてたら 1.78 倍って意味なんですよ、シリウスは、シリウスは
R がなんとかって書いてるんだ。 R、 ウィキペディアですよ、ウィキペディアとかで 1.48 だったかな、数字が覚えてないですよ、 1.78 だったかな。で、とりあえずオリオン座の右下はリゲルですか、あの途中記憶が曖昧になってる。オリオン座を調べた方がいいですね。太陽の 1.7 倍 1.7 倍です、シリウスが。なんか音楽がみんなちゃんとした数字を覚えようと思って勉強してますね。見えない、出てこない。で、話し続けますけど、うん、鼻くその地球に7メーターってこの部屋よりでかいんですよ。うん、この部屋からあの7メーターの星って言ったら半径7メーターですよ。直径7メーターですよ、1ミリの地球に。このビルぐらいじゃないですか、これオリオン座、うん、オリオン座の右下がリゲルです。当たってますね、リゲル。で、左上がペテルギウス。リゲルが70倍なんですよ。で、左上にペテルギウスっていう星がありますよね、うん、左上に。これ1500倍です、太陽の。計算してください、1500倍。地球が1ミリだと 1.76 か 1.78 じゃなくて、シリウス大体当たったか。地球の1500倍から2000倍って言われてるから、あ、地球じゃない、太陽のですよ。太陽、地球が1ミリかける100が太陽で、100が太陽で10センチが太陽、10センチの1500倍、1950倍、何これ、2000倍、ペテルギウス、ベテルギウスは2000倍、1500から2000倍。うーん、だから、まあ、1000倍してみてください。太陽が10センチで、10倍で1メーター、100倍で10メーター、1000倍で100メーター、100メーターで2000倍だから200メーターっていうこと。やばくない？やばい。地球1ミリで700メーターの星があるんですよ。そのぐらいに、宇宙がそのぐらいのイメージ持ってません？でもこれまたこれ星ですよこんな大きい星があんな天に見えるぐらい離れてるってことですよ。わ、うん、かります、うん、1ミリの地球に対して700メーターの星が天に見えるぐらい遠くに持っていかないといけないんですよ、うんうん、やばいですよね。86光年86年、光の速度で86年、6光年だけど、これって我が銀河の中にあるだけの話なんですよ。これ家族レベルの星の話ですよ。この天の川銀河にいるんですよ、私たちって。天の川銀河の一本の何か伊手座の腕だったかな、どっかのとこの太陽系にいるんですけど、要は天の川銀河は沖縄県みたいなもんですよ、うん、やばい、うん、天の川銀河は沖縄、要は皆さん七夕ですよ。話が七夕の話になってきてる昨日七夕だったんですけど、川みたいに見てるのはこの円盤のこの家族の星の集まり、ここだけ集合してる、要は家族を見てるんです。天の川は、天の川の向こう側の星は別の銀河なんで、要は天の川銀河は沖縄県みたいなもので、その中のちょっと中心からずれてるところの宜野湾市ぐらいの太陽系があるんですよ、うん、で沖縄県みたいのが銀河っていうんですけど、この銀河って沖縄県みたいのが宇宙に何百ってあるんですよ。銀河が天の川みたいのが何百ってあるけど、天の川自体も遠すぎて天にしか見えないんですよ、うん、でこの何十ある あの銀河を集めて銀河群ってあるのがあるんですよ、うんうん、だから私たちの銀河が沖縄県だとすると、うん、日本みたいのがあって、これが銀河団なんですよ。日本っていう銀河団っていうのが集まりがあって、うん、だけどこの銀河が集まってるのがまた別に集まってアジアみたいにあるんですよ、うん、だからとんでもないでかいんですよ宇宙、うん、やばいですよね、うん、そういう宇宙の元は何ができてるかっていう話からなんですけどね。とりあえず
ワクワクするね、そういう説明を聞くとね。うん、そうイメージしやすいですからね、うん、脳も活性化できるし。そう、学校で習うとここ何座があって、ここ銀河系があって、じゃあ知識じゃないですか。なんたらかんたらって時に、うん、あーつまんねえと思う。だけどイメージじゃないですか、これ。でも今のぼる話聞いたら、え、他にも銀河があるのって、なんていうの、こう意欲が出てくるっていうの。他にも銀河あるんですけど、うん、望遠鏡が発達してなかったから、うん、これが同じ銀河と思ってなくて、うん、ぼやっと見えてるから星雲って間違ってた名前があるんですよ。だから僕が勉強した頃と20年30年だけ経ってるから、名前方とか全部宇宙の言い方全部変わってますね。もともと銀河っていうのは銀河内星雲と銀河外星雲っていう風に分けられてたんですよ。うんうんうん、なんでかっていうと、銀河レベルにでっかいものでもあまりにも遠すぎて雲みたいに見えるから星雲だと思ってたのは、星雲はガスが集まったやつなんですよ、うんうん、ガスが集まったものと星が集まったものが見間違うぐらいだったんですよ。言ってるの分かります？うん、近いこの辺に我が銀河、天の川の中に星雲があるんですよ。ガス星雲、もやもやってしてるからガスみたいな雲に見えるじゃないですか。沖縄県の中にガスがあるんですよ。これガスを見て、沖縄県の中にあるガスを見て星雲って言ってるんですよ。だけど沖縄県からニューヨークぐらいのところに、ニューヨークぐらい離れたところに星の集団があるんですよ。だけど沖縄県の中の宜野湾市から見ると県内にあるガスとニューヨークにある銀河が同じように見えるんですよ。だから銀河内星雲、銀河外星雲って言葉があるぐらい、どっちも雲に見えて同じものだと思ってたら、もう桁違いに別のものだったんですよ。で今宇宙は137億年って言われてきました。計算上470何億年とかまで行ってますよ、宇宙の橋が。なんかタイミングを見て CM です。七夕ですからね、やばくないですか。して一応本当にやばいんですけど、初音さん、でかすぎて怖いんですよ。結局最後は全部無限大の動きしてるんですよ。宇宙は回転して、ブラックホールと陰陽もじゃないですか、ホワイトホール、ブラックホールで出たり入ったりしてぐるぐるエネルギーが回ってるんですよ。だからこの地球上から水は一滴も減ってないし、あっまた誰か待ってたら危ないので行きますね。 ありがとうございます。突然答えも言わずにだからよ。後でどうせ会うので、これあ、そっかそっか、ごめん、後で、はい、ウケる。どうするわけ？もうのりちゃんが。あと何分？5秒前。エンディング。あっという間。てかノンスの登る答え言わないで言ったね。いつもでもなんか最近変わってるよね、拍手をかけて違う方向性で、そう、なんか出てますよ、ね、銀河ってロマンチックで夢のような世界です、うん、宇宙の話は好き、うん、沖縄が銀河、地球が鼻くそ、面白い、誰だろう、ひとみ68さん、ありがとうございます、うん、なんかやっぱりあれだからじゃない、まだ解明されてない未知の世界だから楽しいよね、うんうん、ロマンチックよね。どうだった昨日彦星に会った？エルナさんは結婚記念日だったんだよね。そう、おめでとう、おめでとうございます。素敵な時間だったんだね、もう子供と、うん、7月7日が結婚、そうなんです、素敵、2007年の7月7日に、うん、素晴らしい、7月7日生まれだった。あ、いや違います、何かが全部7、7、7、たまたまその年 の, 土曜日を探したら7月7日と9月9日が土曜日だったんです。だから覚えやすい方がいいなと思って、うん、じゃあもう7月7日でって言って、その日に結納入籍挙式披露宴全部やったんですよ。すごい、大忙しだけどいい、そうでもなんか良かったんですよね、え、うん、かった、素敵、いい感じだね、うん、じゃあ織姫ってことだね、そうそうそう毎日会ってるんだよね、そうそうそう、1年
に1回じゃないよね。そう、毎日特別なお祝いを1年に1回やればいいさんね。あ、すごい。ランチは美味しかったですか？ランチ美味しかったです。ハイアットのランチ、いいね。あっち、ランチでも結構高いよね。いいお値段。え、ハイアットって今どこにできてんの？桜坂劇場の裏あたり、坪屋の宇富士市のところからの入り口がある。あ、そうなんだ。すごいよ。あ、リゾートな感じです。街の中なんで、ね、ぜひぜひ。すごい高い。あ、あと1分もうどうする？あと1分、まあまあ、野さんの日曜日の宣伝した方がいいんじゃないですか？ リンパ丸分かりセミナーをスクールで、うん、N図でやるので、うん、まあ、セルフケアアドバイザーっていう形を目指すっていう形で、うん、一人でも多くセルフケアで自分で自分のことができるっていうものまで目指せる、うん、まあ、時間ちょっと長いけど4時間、うん、5時間なんだけど、興味のある方はぜひ。例えばそれを受けると、うん、まあ、自分でももちろんやるんだけど、うん、例えば家族とかにもこうなんだよって伝えてあげることも、OK、そう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 、うん、そう、自分の体が自分でどうこうっていう、うん、リメイクやメンテナンスができれば、うん、人にも教えられるさね、うん、あと10秒、うん、気になる方はリンパ専門スクール N ズにお電話ください。また来週。また来週。ありがとうございました。そうそう、テレマさんも来なかったんだけど。